エルヴィン・シュレーディンガー、エルヴィン・ルードルフ・ヨーゼフ・アレクサンダー・シュレーディンガー、オーストリア語、アーヴィン、ルドルフ・ヨーゼフ・アレクサンドル・シュローディングは、1887年8月12日から1961年1月4日は、オーストリア出身の理論物理学者。1926年に、波動形式の量子力学である、波動力学を提唱。 ついで、量子力学の基本方程式である、シュレーディンガー方程式や、1935年には、シュレーディンガーの猫を提唱するなど、量子力学の発展を築き上げたことで名高い。1933年に、イギリスの理論物理学者、ポール・ディラックと共に、神経式の原子理論の発見の業績により、ノーベル物理学賞を受賞。1937年には、 マックス・プランク・メダルが授与された。1983年から1997年まで発行されていた線をオーストリア・シギング紙幣に肖像が使用されていた。1887年8月12日、オーストリアイコール、ハンガリー帝国のウィーンにて、父、ルドルフ・シュレーディングー、ルドルフ・シュローディングア、母、エミリー・バウアー、エミリー・バウアーの元に生まれる。 父チルドルフは、バイエルン王国出身で、広い教養を持った人物であった。一人っ子のシュレーディンガーも父の影響を受け、少年の頃から多方面に興味を示した。ギムナジウムでは、自然科学のみならず、古典言語の文法やドイツの詩、ドイツの哲学者、アルトル・ショーペンハウアーの作品を好んだ。1906年に、ウィーン大学に入学し、物理学を専攻した。 ウィーン大学には、同国出身の物理学者、ルートビッヒ・ボルツマンが物理学教授を務めていたが、シュレーディンガーがウィーン大学に入学する直前の1906年9月5日に、ボルツマンはうつ病により自殺したため、その後任として、同国出身の物理学者、フリードリヒ・ハーゼノールが教鞭を取った。シュレーィンガーは、ハーゼノールを通じて、 ボルツマンの学説に強い感銘と影響を受けており、理論物理学者を目指したのも、ボルツマンの影響が大きい。後にシュレーディンガーはボルツマンについて、と述べているほどである。ウィーン大学在学中は、連続体力学の固有値問題に取り組み、1910年に、博士課程の指導教員には、ハーゼノールが携わった。1911年に、 ウィーン大学物理学研究室の室長であるから、実験物理学を教わりながら、助手を務めたが、第一次世界大戦の勃発によってシュレーディンガーは、1914年から1918年にかけて、砲兵の士官とて、孤立や、ドゥイーノ、プロセッコ、ウィーンの戦線に従軍した。なお、1915年10月7日にハーゼノールは、 この戦争により南チロルでイタリア軍と戦って戦死した。1920年4月6日にアンネ・マリー・バーテル、アンネ・マリエ・ベルテル、1896年12月3日から1965年10月3日と結婚する。同年1920年、フリードリヒシュラー大学イエナにて、ドイツの物理学者、マックス・ビーンの助手を務めた。同年9月には、 シュトットガルト大学の准教授を務め、1921年は、シレジア、当時ドイツ領のブレスラウ大学、現、ブローツワフ大学にて教授を務めた。また、同年1921年に、スイスのチューリッヒ大学にて、ドイツの物理学者、マックス・フォンダウェの任として6年間、スーリー物理学教授を務めた。なお、中立ヒ大学の同僚には、オランダの物理学者、 科学者であるピーター・デバイやドイツの数学者、ヘルマン・ワイルがいた。特に、ワイルとは親しく交流していた。中理ヒ大学在学中の主な研究は、個体比熱、熱力学、原子スペクトルであった。また、エクスナーやドイツの生理学者、物理学者である、ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツの影響を受けて、色の生理学的研究も行った。 1925年から1926年にかけてシュレーディンガーはフランスの物理学者ルイド・ドブロイが発見した物質波の概念をもとにして波動方程式をハミルトン・ヤコビ方程式などを用いて導出し波動力学を展開したこの際力学と工学との間の対応関係を指摘するハミルトンのアナロジーが指針となったと言われるまた波動力学が ドイツの理論物理学者、ベルナー・ハイゼンベルクの称した行列力学と数学的に同等であることを証明し、量子力学の確立に大いに貢献した。なお、シュレーディンガー方程式を解くことが、デンマークの理論物理学者、ニールス・ボーアの提唱した、コロンの結果を完璧なものにした。1927年には、フンボルト大学ベルリンにて、ドイツの物理学者、 マックス・プランクの後任として教授を務める。しかし1933年にアドルフ・ヒトラーが政権を掌握するとユダヤ人学者の弾圧に反対してベルリン大学を辞職した。同年、イギリスに渡ってオックスフォード大学のフェローとなり、シュレーディンガーの導出した波動力学は行列力学と数学的に同等でることを証明したものをディラックによって 完全なものとなり、その業績により、ディラックと共に、ノーベル物理学賞を受賞した。1934年に、アメリカ合衆国へ渡り、プリンストン大学で講義を行った。プリンストン大学はシュレーディンガーが亡くなるまで居場所を提供したが、シュレーィンガーは拒否した。その後は、エディンバラ大学に向かうはずだったが、ビザの遅れによって断念し、1936年には、 オーストリアのグラーツ大学に教授として泊まった。1935年に箱の中に猫と放射性物質のラジウムのほか、ガイガーカウンターと生産ガス発生装置を入れるというシュレーディンガーの猫の思考実験を提唱する。ドイツの理論物理学者アルベルト・アインシュタイン、ロシアの物理学者ボリス・ポドリスキー、アメリカ合衆国の物理学者ネイサン・ローゼンらが行った 思考実験である、アインシュタインイコールポドスキーイコールローゼンのパラドックスとは違った、量子力学の欠陥についての指摘を行った。1937年に、ドイツ物理学会からマックス・プランクメダルが授与されたが、1938年に、オーストリア併合、アンシュルスによって、オーストリアがドイツに併合され、シュレーディンガーも教授を解任させられた。一時は、妻、 アンネ・マリーと共に、イタリアに亡命した。その後、再度移住したシュレーディンガーは、ベルギーのゲント大学の教授となったが、1939年の第二次世界大戦の開戦と共に、オーストリアを併合したドイツとベルギーとは、敵国となってしまう。同年、当時アイルランド自由国首相であった、エーモンデ・バレラに招聘され、最終的には、ダブリンへ亡命し、で研究を続けた。 1943年にダブジンのトリニティカレッジで講演を行う。1944年トリニティカレッジで行った講演の内容をもとにして、シュレーディンガーの物理好きが講じて執筆された著書、生命とは何かを表し、分子生物学への道を開いた。1948年にアイルランドの市民権を得た。1952年に 科学とヒューマニズムを表す。1955年に定年退職する。第二次世界大戦後の1956年には、オーストリアに帰国し、母校である、ウィーン大学の教授に就任。1958年には、精神と物質によって、人間の意識の解明に取り組んだ。1961年1月4日、ウィーンで結核のため亡くなる。享年73。 遺体はの墓地に、1965年10月5日に、に1965 10 5年月日亡くなったた。妻、アンネマリーと共に治められた生涯ヒンドゥー教のベーダーアンタ哲学に興味を有した若き日にショーペンハウアーを読みふけった影響。著書の中で量子力学の基礎になった波動方程式が東洋の哲学の諸原理を記述していると語り、精神と物質には次のように記している。 西洋科学の構造に東洋の同一化の距離を同化させることによって解き明かされるだろう。一切の精神は一つだと言うべきでしょう。私は、あえて、それは不滅だと言いたいのです。私は、西洋の言葉でこれを表現するのは適さないということを認めるものです。宗教は科学に対抗するものなのではなく、むしろ宗教は、これとか変わりのない科学的な研究のもたらした。 ものによって支持されもするものなのであります。神は時空間のどこにも見出せない。これは誠実な自然主義者の言っていることであります。西洋科学へは東洋思想の輸血を必要としている。晩年の著書でも言及している通り、物理学に対しては強い情愛と理念を持っていた。私生活では結婚制度をブルジョア価値観と軽蔑し、二人の妻を持とうとし、 婚外子を三人持つなど、奔放な生き方で知られた。ムーアによる電気研究で明らかにされた通り、関係を持った女性たちのリストを認めており、その中には10代の少女も含まれていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。